違いなカットになるからね。相当伸ばさなダメですよ。プレッシャーかけて。じゃあ今回の見本レース、皆さんの見本レースになります。いきます。3、2、ごめん、俺か。ゆっくりゆっくり、近場をゆっくり。やっぱだった。そんなに遠くなくていいよ。はい、トップ一周。トップ三周。あ、行ったのかい。三周。四周。トヨさんのも、あの、あれは、前の飛行機を撃墜することにある。練習です。撃墜することにある。ダメ、5周カットするぞ。ダックサイドアレンジ大丈夫だ。トップノーカットでゴール。はい、着陸して。着陸して。さあ、これ見ろ。はい。じゃあ上空待機。降りて。一周回らんでいいよ。どうした？たけちゃん、野々村さん、猫ちゃん、準備しとって。たけちゃん、野々村さん。じゃあ私に降ろします。どうもです。アプローチ入ります。惜しかった。もうちょっとです。発表してない。たけちゃんと野々村先輩と猫ちゃん、メカチェック。はい、はい、行きます。何周ですか？10だよ。分かってるくせに。はい、3、2、1。はい、野々村さんもういいよ。はい、野々村さんそこでいい。はい、そうそうそう、そこでぴったり待ってる。こましてきて、レディー。はい、シュー。まだまだ。はい、そこでいい。ちょっとアルガンタイミングってやって。さあ、そこでいい、そこでいい。はい、2周。レディー、ダウン。遅い遅い。はい、3周。レディー、2周だよ。トップ2周目行ったよ。だけど後ろにちょっと下がって。はい、トップ3周終わり。なんでそっちに待ってたの？もううちの地元フライヤーどうしたんだよ、地元フライヤー。もうギリギリセーフ。はい、4周。距離だけ出てない。はい、5周。
高いとこ行っとる。だけど追っかけろ、半周差ついたぞ。玉州、今2位と半周の差。おお、1500のファイロンベース出たことある。おお、来た。半周、お、竹田追ってきた。はい。おお、いいぞいいぞ、竹田上がってきた。おお、とっと、兄貴。八周。はい。ね、せっかく近づいたのに。集中力がない。ラスト、トップラスト。半周差つけられた。ないわな、ムロムロ先輩。はい、はい、トップゴール。はい、降りていいですよ。いや、これは練習ラウンドだと思ってやってもらったら結構です。降りていいですよ。後ろ来るからね。距離はぴったり。距離ぴったり。今危なかった。はい、次の組み合わせいきます。猫ちゃん、指定点だ、指定点。指定点練習しとくよ。指定点だよ。片桐さんと広瀬さんね。猫ちゃん、指定点取るとするんだよ。片桐さんと広瀬さん、いいの、無事に帰ってくれば。広いってきな、ほら。コーナーを攻める広瀬君と超高速86の片桐さんです。2人です。いきます。3、2、1。問題は片桐さんの練習不足。おい、音変わったぞ。おい、おっと、こっちも速い。トップ一周、カットなし。お、片桐さん、危ねえぞ、おい。まだまだ勝負は後半。はい、トップ2周。ここら辺は片桐さん余裕かな。もういいよ、そんなに遠くへ行かんだもん。え、広瀬、早いじゃん。トップ3周。片桐さんが半分遅れ。スピードは F18 の方が速そうだな。うん、基本的には18速い。トップ4周。しかしフラフラしては不安定だ。あれ、復元が短いか。フライングテールのエレボンになってるんですよ。はい、そこに。だからちょっと火事っていうか、この。はい、トップ5周。厳しいのか。ラップするぜ、そこに、そこに。6周、7周、6周。このダウ打たないと、すぐにこの人いっちゃう。よしよし、広瀬、危ねえ。トップ8周。食いついた、食いついた。いけいけ、そこでいい、そこでいい。あ、ちょっと垂れ始めた。もうそこでいい。トップ9周、再現。ラストだよ。行け、どっちだ、どっちだ。広瀬勝ち。あ、惜しい。スピードはね、多分ね、同じぐらい。広瀬君バッテリーが獲得して、やっぱり早いから止まりた。あ、これ電池膨らんでるな。これがもう一周早いタイミングで今のになってたら片桐さん勝ってたな。まだいける。竹川兄さん、ポーキーちゃん準備して。はい、行きだよ。早い早い。何であれ、説明のために。いや、早いスピード曲げてない。俺豊村さんの86で勝負しよう。スピードを増すためには玉端20ミリ。はい、こっち、こっちにしよう。いいですか。3、2、1、0ね。はい、じゃあ2機でいきます。10周です。3、2、
ここで抜けたら、落としてないわよ。
あのギアのストロークで、あの変えて後続仕様に振ったら、やっぱり1周分ぐらい余分にあるということで、早いよ。ハンディの2機が出ます。変えて後続仕様に振ったら、やっぱり1周分ぐらい余分にあるということで、あの、